将軍妻の一日ルーティーン。起床の時間は午前7時、女中に声をかけられ起床。御台所の一日はお化粧から始まり、口をすすぎ、歯磨きをし、洗顔を済ませた。午後8時、化粧が済んだら次は入浴。御台所は座ったまま、お世話係の女中たちが全身を洗ってくれたよう。午前9時、入浴が終われば朝食の時間。朝食は髪を結ってもらっている間に取った。その後着替えを済ませ、将軍を大奥へと出迎え、歴代将軍の位牌がある仏間へ一緒に行き参拝。午前10時、参拝が終わると朝の総触れが行われ、お目見え以上の高級女中たちがずらりと並び、将軍と御台所に朝の挨拶をした。これが終わると将軍は中奥に戻るので、御台所は自由時間を過ごす。午後6時にもなると夕食となり、午後8時に将軍を再び大奥に迎え、夜の総触れが行われた。大奥へ泊まるときは将軍はそのまま大奥に、泊まらない場合は中奥へと戻る。将軍が大奥に泊まらない日は、御台所は夕食後も自由時間でご中老を相手に雑談したり、読書をしたり、習い事をしていたそう。そして午後9時には就寝の時間。これで御台所の一日はおしまいとなった。